はいこんにちはやっさんです えこちらの動画ではフレアポータルとメタマスクで FLR をラッピングデリゲートする方法について解説をしていきたいと思います、えー、ガバナンス投票で使われたですねフレアポータルのサイトなんですけどもラッピング送信デリゲート請求投票などですね主要なアクションがソングバードとフレアの両ネットワークでですね利用できるようになりましたので今回ですねそちらの方法について解説をしていきたいと思いますでこちらの方ですねサイトのリンクのしておりますが今回の動画の概要欄の方にえ今回の動画の元記事のリンク貼っておきますのでそちらクリックしていただきますと内容の方を見ること できますので、えー、そちらから入っていただいてねこちらをクリックして読むを押していただきますとサイトの方を見ることができますじゃあ実際にですね解説のを始めていきたいと思いますまずサイトの方にアクセスしましたら右上のですねコネクトというウォレットっていうのをタップしてくださいで続いてウォレット表示されますのでメタマスクをですねタップしてください、えー、でですね再度またコネクトというウォレットをタップしまして、えー、またメタマスクですね、えー、表示されますのでタップしてください、えー、そうしますとこのサイトに接続しますかと出ますので接続をタップしてくださいで続い 続いてネットワークの切り替えしますのでフレアの方にねネットワークを切り替えるをタップしてくださいはい、えー、続いてこのように出ますのでダブルラップってところがラッピングになりますで、ね、デリゲートってところがデリゲートになりますでクライム 0FLR って書いてあるところがこれが請求ボタンになるかと思います で、えー、今回、ですね、えー、フレアトークン FLR のトークンはまだ配布されてませんので今回、代わりにですね SGB、ソングバードの方でやってみたいかと思いますでソングバードとフレアネットワークネットワークが別々になりますのでまた切り替える必要があります、えー、右下の方フレア、えー、ネットワークタップしていただいて,ソン,、えーてだいえー、ソングバードの方をタップしてくださいでネットワークを切り替えるソングバードの方をタップしてくださいネットワークを切り替えるをタップしていただければ大丈夫です で続いて、ですねまた同じようにダブルラップ、えー、フレアと同じようにねソングバードのダブルラップが表示されていますので,で真ん中のほうスクロールを進めしますとねでダブ,ルラップ、えー、ダブルラップをタップすると実際にどれくらいラッピングするかね数量入力する画面になりますので数量入力していただいてダブルラップをタップしてくださいでその後ですねトランザクションを発生しますので確認をタップしてくださいでこの際ですねガス代かかりますので、えー、保持している SGB 全部、ね、ラッピングしようとするとその手数料分で ですね引かれるのでラッピングすることできませんので、えー、そのガス剤の方はね、えー、残していただくようにしてください、はいえー、続いてそれで、ね、サクセスと表示されればこれでラッピングの方は可能になり、えー、ラッピングは、ね、することができます成功することになりますで続いてデリゲートボタンをですねタップしていただいて、えー、デリゲートする形になりますでこのピックデータプロバイダーというところをタップしていただいて、えー、預けるねプロバイダーの方を選択していきます で一覧で表示の方が出てきますのでそちらからですねあなたがデリゲートをしたい FTSO のプロバイダーの方を選択してくださいで選びましたら、えー、2つまでね、えー、デリゲーターに預けることができますのでそのうちの、ね、何割を、えー、1つ目のデリゲーターに預けるかっていうのを選択することができますもちろん100%にすることもできます。ででその数量ですね、えー 選んでいただいて、えーまあ、入力するかこのバーでねいじっていただいて、えー、選択肢がありましたらサブミットをタップしてくださいその後また同じようにトランザクション生成されますので確認をタップするんですけれどもこの際も手数料かかりますのでそちらね注意してください。 はいえーこれでね、またサクセスを出れば、これでデリゲートは完了になります。で、報酬の方うが発生しましたら、クライムでね、請求していく形となっております。えー、という形でね、もうすぐですね、FLR トークン配布が一応9日、10日に予定されておりますので、それからデリゲートすることができまして、でエポックさからですね、報酬の発生という形になります。で、今回動画の方でえでね、解説しました通り、なんかね、動画の内容でわからない点とありましたら、LINE の方でね、聞いていただければ、僕の方でお答えすることが できます今回ですね「プレアポータル」使いましたが他にもビフロストを使ったりとかですねいろいろできますのでそれについてもですねわからないことありましたら僕の方に LINE で聞いていただければお答えさせていただけますので、えー、気軽にねご相談いただければと思います。 はい、えー、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開サン流ハイブリッド資産運用ということで、えー、今仮想通貨で2万円の元でに10ヶ月で500倍の1000万円突破、えー、現在、専門知識、経験不要の不労所得スターシステムを開発して、えー、月に20%以上で資産爆増中、えー、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすメソッドですね、えー、こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方にも、えー、れなくすべて無料でプレゼントしております。えー、動画のね、えー、概要欄欄コメント欄にも のあとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、えー、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、えー、そちらからね、えー、登録してくださった方にすべてね、えー、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、 え聞きたいことがございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですねえすぐ返答の方をさせていただきますのでよろしかったらあ友達追加の方よろしくお願いいたします。ははい、えでは長いいで長ごご視聴いたた。だきありがとうございました